九州大学九州、大学大学院士学研究院、大学院士学府、学部士学部臨床研究旨、九州大学大学院士学研究院は、九州大学大学院に設置される、研究海外の研究組織の一つであり、教員が所属する。九州大学大学院士学府は、九州大学大学院に設置される、研究海外の教育組織の一つであり、大学院生が所属する。 九州大学士学部は九州大学に設置される学部の一つである。九州大学士学部は1922年に設立された九州帝国大学医学部に設立された歯科学講座を前身とし、1967年に国立大学六校目の歯学部として医学部から独立して設立された。初大学部長は藤野博史。2000年には 大学院重点化を行い、オーバー・オール・ウェル・ビーイング・スルー・オーラル・ヘルスの理念が定められた。超高齢化社会の中で健全な高校機能の維持による健康寿命の延長を実現するため、2015年にオブと研究センターを設立した。付属病院として九州大学病院を設置している。ありがとうございます。